ファンタジスタ氏真、始めるよ。我らの勝利、世に響かせ。実際何ですか。神宮城を取り戻しに来たノップを撃退したところから再開じゃ。ありえぬわ。それがありうるかも。とりあえず神宮城の分を返していただきますぞ。小中に収めます。早々に掌握します。かの地を制すは我らよ。おおう、ノップめ、諦めおったか。よしよし、じゃあ帰るとしましょう。みな、城に戻ります。城に戻るのだ。最下城に先導を仕掛けるか、やってもらおうかのう。一つよろしいですかな。ここはそれがしが最地を用立ててくだされ。良き案がありますぞ。お、半蔵さんを上回る策を出してきたか。ここはただすぐにやってもらおうか。お任せください。聞いていただけますかな。おおう、水の毛を取り込むか。良い提案じゃ。やってくれ。どうぞお任せあれ。さら地になってしまった新宮城に灌漑水路を整備しましょう。やっと経営部。早速始めまする。正純よ、補給拠点の岩村城の加納さんのところで学んでくるがよい。感謝いたす。安友さんに人材を送ってあげましょう。ありがとうございます。で、いつノップを攻めるんじゃ。あわわわわわ。そろそろ今川かなも黒くを強化しようか。天海と忠綱さん、知恵を貸してくれ。よかろう。家宝も買っておこうかのう。ありがとう名刺を差し上げましょう。半蔵さんと強越至極に存ずる。半蔵さん、これで指導影の鬼好かれそうな二つなゲットですな。強越至極に存ずる。マサテルさんにも差し上げますぞ。恩に着ようぞ。やりました。うむ、よくやってくれた。やりました。兄さんもお疲れ様でした。これで新宮城は安心じゃな。足軽大将に昇進した兄さんを正幸師匠の元に送りましょう。ありがたく存ぜ。さらに昇進した者を安友さんのところに送りましょう。あ、ありがとうございます。で、ノップを殴りに行くんだよな。は、はし。さて、空席となった大官を任命していきましょう。ありがたき幸せ。幸せ、感謝いたす。恩に来ます。おおうほ、いい男。お使いいたします。待っていたよ、足なくん。はあ、はあ、駿府館の商人町を撤去してトレセン学園を建てましょう。正信よ、頼むぞ。こちらに。やりました。おう、忠次、よくやってくれた。海津城の牧場を再建しましょう。奥様、頼みますぞ。承知いたしました。お聞きいただきたし。お、おう、レオンは手強いぞ、大丈夫か。申し上げたきこと。よし、これで新聞上の分は全て取り返したな。皆様、お疲れ様でした。城へと戻らん。お命令を。早々に戻るぞ。ほほう、ノップが北上していったのは毛利が来たからでしたか。殺し合い。おお、正幸師匠が優秀な者を連れてきてくれた。もちろん採用、採用です。忠節を尽くしますぞ。ありがてえ、ありがてえ。どっちも頑張れー。おお、これでさらに労働収入が増えるな。春日山に米問屋を建設しましょう。影虎くん、頼みますぞ。はは。新宮城には灌漑水路を整備するのじゃ。清正よ、頼むぞ。やり抜いてみせまする。
おおお、やり合っておるのう。こんなところにジョンチ先生の表紙のビースト最新号が。これは罠だな。しかし、今月号のラインナップは素晴らしいな。ちょっとぐらいなら。かかったな、先っちょだけだから。それは少女。おお、さすがは半蔵さんじゃー。くっくっく。これでしばらくレオンは名もなき軍隊レベルの弱さになるはずじゃ。お聞きいただきたい。ほほう。黒川城に浪人がおるのか。正幸師匠、頼みますぞ。お話がございます。鳥羽城に灌漑水路を建設しましょう。正信よ、頼むぞ。こちらに。ご気に良いわ。お、水の毛を取り込んだか。これより集金に励みまする。うむ、励めよ。じゃあ、新人の足軽大将を安友さんのところに送りましょう。あ、ありがた、付き合わせ。で、いつ成果を上げてくれるのかね。あわわわわわ。なんじゃ、身分が高いものが必要か。それじゃあ、中心のう殿を送ってやんよ。やめねー。忠誠が怪しい足軽大将は、直虎幼稚園に入園させましょう。ありがたき幸せ。感謝いたす。新入社員に新人研修を受けていただきましょう。ありがたき幸せ。感謝いたす。感謝いたす。さあ、そろそろ亡き父上の夢を果たそうか。上洛戦の始まりじゃー。ということで、玉よけの戸隠衆出陣よー。城を攻めます。室川衆も出るのよー。あの城をいただきに行こうか。皆の者、上洛戦に備えて準備をするのじゃ。当面の目標は沢山城とする。時は来た。よし、施設が完成したな。次は新宮城に錬兵城を建てるのじゃ。清正よ、築城名士パワーを見せてくれ。お任せあれ。鳥羽城の錬兵城を撤去して米問屋を建てるのじゃ。頼むぞ正信。こちらに。上申いたします。焼き打ちか。ノップの足を引っ張るのにぴったりだな。やってくれ。お任せください。ノップの忍者部隊が来ないのう。帰ってよいぞ。お下中兵らよ、騎乗するぞ。はい、城へ戻ります。よろしいですか。おおう、菅沼よ、よくやってくれた。将軍様には、お供衆をおねだりしようか。心得た、構わぬ。ありがとなす。ほほう、私が役職を得たことで、士官を求めてきた者がいるようじゃな。おお、なかなか勇猛な武将じゃな、採用じゃ。忠節を尽くしますぞ。欲しいですな。よっしゃー、さすがは忠次じゃー。春日山にもトレセン学園を建設しましょう。正信よ、頼むぞ。こちらに。よーし、皆の準備が整ったようじゃ。室川衆よ、再び出陣じゃー。あの城を奪いに行く。井出浦さんも出陣じゃー。城を攻めます。穴山も出るのよー。我らで城を奪いに参る。お、三名もいるのか。今年は豊作じゃのう。お、お、一徹爺爺の孫ですな。なかなか優秀ではないか。おーおー、雪村来たー。お、我が娘もそんな年か。私に似てとても優秀じゃな。な、ナオトラちゃん。いかん、今川家に暗雲か。目の前が急に暗く。これがサリンガス。なんじゃ、雪村くんの元服イベントでしたか。おおう、なかなかの武勇ですな。採用じゃ。貴殿を主と仰ぎましょう。
酔いた城に一気を仕掛けるか。面白い、やってもらおうか。一つよろしいですかな。ここは私めの最地を用立ててくだされ。上心いたします。おお、さすがは正信。ここは正信に任せるぞ。任されました。さあ、皆の者、出陣じゃあ。遅れるでないぞ。出陣いたす。うむ、師匠の希望、頼りにしてますぞ。出陣いたします。いざ出陣。私も出るとするか。うむ、最高の汁かけご飯を用意しておいてくれ。急ぐぞ。宦官の至りにござる。汚いな、さすがノック汚い。頂上です。おお、さすがは正信。老老が焼かれちゃった室川衆は帰りましょう。お疲れ様でした。兵らよ、騎乗するぞ。いやあ、四名もなくなったのか。むむむ、名乗り出なかった者もいるではないか。当たり前だよな。上心いたします。おや、駿府館に浪人がいるのか。早速探してくれ。やってみせましょう。物申します。おお、二条御所の浪人か。これは期待できそうじゃ。正幸師匠、頼みますぞ。お話がございます。秀浦さんも帰りましょうか。お疲れ様でした。みな、城へと引き返せ。穴山も帰るがよい。皆の者、事情するぞ。さあ、第二陣も出陣じゃあ。お、森吉成がいるのか。みな、ついてまいれ。遅れずついてまいれ。でも、劣勢だと思えるんですよね。出陣する。信康くん、いつも敵を求めてますな。ついてまいれ。みな、続きなさい。ナオトラちゃん、病気で辛いとは思いますが、体を動かすと改善するかもしれませんぞ。出陣です。うむ、目が怖い。遅れずついてまいれ。おおう、まあ大愛が焼き果たしてる。よろしいですか。ほほう、駿府にいたのは未熟だったか。では、新宮城の分を20年任せよう。これより、集金に励みまする。家宝を購入しておきましょう。軍事性を強化しましょう。今回も天海と忠綱さん、知恵を貸してくれ。よかろう。コミダーを強化しましょう。一条さん、取りまとめを頼みますぞ。受けたまわりました。ブンブン出陣じゃあ。出陣じゃ。遅れずついてまいれ。出陣します。おお、補給拠点が効いてる効いてる。ついてまいれ。愚心があります。お、半蔵さん、レオンに何か恨みがあるの。まあよい、やってくれ。申し上げたきことが。物申します。津川城に焼き打ちか。正信よ、頼むぞ。成し遂げてみせますぞ。新宮城に櫓を立てて強化しましょう。清正よ、頼むぞ。やり抜いてみせまする。なんで二条御所にいるんだ、このハゲー。ひどい。精神誠意、お仕えします。頂上です。さすまさ。よしよし、ゴミダーが強化されたな。今後の遠征が楽になるな。キャッパー、ノップー、パパ上の仇を討たせていただく。行きますよー、行く行くー。正幸師匠チェックによると、我が軍が優勢のようじゃ。西名君、今回は阿部ちゃんに先陣を譲ってくれ。このマップは殴り合いになりやすいから、あまり好きではないのー。
まあ、普通に殴り合えば数が多い我らが勝つのは必勝。一つ一つ倒して参ろうか。回線じゃー。手向かう者には情けは勝てるぞ。要所を取るぞ。むむむ、また兵がおるのか。厄介じゃのう。ダリフェ構え。お、一番槍は信康くんか。頑張れー。やりましたぞ。元信さん、よくやったー。元信さんが中央突破を狙うようだな。私は一つ横に移動して全体のバランスを取るとしようか。我が前に立ち下がる者らよ、ふざけ散れ。お、また幹首相が中央を抑えてくれたか。我の要所を制す。敵を決意してしまえ。うむ、また幹首相は安心感がありますね。まさかのように早くたどり着いたのか。我が戦法を見るがよい。レッドまさかで聞いとった。若備えが恐ろしさ、ないまで語りつけ。やりました。ようやく阿部ちゃんが高台を抑えたか。矢の的にしてやろう。ここから復帰して援護するのよ。今試される時ぞ。あれこそはと思う者は続け。素晴らしい。よっしゃ、目の前はガラーキだ。我が元信さん、優勢です。なおまさちにとった。いいな、赤備え、お目に焼き付けるがよい。なおまさビームも来た。いいな、赤備え、お目に焼き付けるがよい。いいダメージが出たー。おー、都市を打ち破ったか。これは大きいな。また2機首相聞いとった。敵も味方もなし。皆、我が手のひらの上で踊るがいい。これは何たることか。そっと味わえ。これこそ我が戦の神髄よ。じゃあ、ノックキンカノッカー。私の戦法にて制します。行きますよ。これはよし、今ですぞ。我が策の前に敵はついえ。手口正義、捕らえたり。お、さすがは阿部ちゃんじゃ。我らの手で巻くぞ。ふむむ、地味な破壊戦から出ておったか。これでも木口破壊は遠のいてしまったの。我が前に立ち下がる者らよ、ふざけ散れ。お、マサテルさん、よくやった。みんなヒロポンタイムよ。地の利を生かす。気持ちいい。汗っ汗。元信さんの気づきは諦めましょう。攻撃されないように交代してくだされ。いかがしましょう。ぐぬぬぬ、見忘れね、邪魔な動きを気をつけ。飛行しております。敵を攻め立て。よしよし、これで清瀬箱を前から後ろから受け。へー、この戦場に示さん。よっしゃ、コミさんも絶対に追い込んだな。勢いは上回っているか。この軍略でもって決めてくれよ。神細胞、捕らえたり。お、よくやったー。出撃を続け。よしよし、そちらから出てきてくれたか。直政君と正輝さん、協力しても木槌を破壊するのよ。我が前に立ち下がる者らよ、ふざけ散れ。まさかで聞いとったー。この赤備えが恐ろしさ、つないまで語り継げ。我が策の前に果てた。小西行長、打ち取ったり。お、さすがは正幸首相。むむむ、出陣ガチャに敗れてしまったか。強撃で蹴散らしてやるのじゃ。皆の者、出るぞ。むむむむ、またこちらのの気づきか。これはよし、今ですぞ。よし、みんな疲れが吹っ飛ぶ。ぐみよ、今こそ始めようぞ。
気持ちいい、開けっぱし。なおまさチート来たー。シーナーカズマよ、これに焼き付けるがよい。ここで、この軍略でもって決めてくれよ。我らの出番ぞ。またこっちから出陣だぞ。兵を乱されるとは不覚。敵も味方に打ち、皆、我が手のひらの上で踊るがよ。銃構えよ、出るぞ。またなのノックチート来たー。即走を味わえ。これこそ我が戦の神髄よ。我らの出番。もうこうなったら、レスキュー三昧だー。我々の出番ぞ。貴様が最後かようやく一度目か。これで軒口が壊れるな。よーし、みんな、カカオ君を捕らえるのよー。ようやくまたベーが引いたか。よっしゃー、織田軍の心が折れたぞー。皆の者、勝ち時を上げよう。勝ち時をあげよ。結構やられてしまったが、キルレを考えれば上等じゃろう。軍港1位は、コニタンを討ち取った正幸師匠じゃ、見事じゃあ。網にかかっとる。縛り上げよ。ああ、これはノップのマインドコントロールにがっつりハマってますね。無駄かと思いますが、転職せぬか。従わせようとも無駄よ。ですよね。じゃあ二人とも、おでこに捕獲スタンプを押してから解放じゃ。次こそ負けぬわ。やっぱー、最大異空が大海に轟いちゃうのー。我らの名、風と共に知れ渡らん。あ、あれ、意外と狭い。なんだと。くっくっく、貴様の時代は終わったのよ。なんたることぞ。将軍様、忠臣たる私が、この私がノップを倒して上洛いたしますぞー。と、言ったところで、今宵はこれまでにいたしとうございます。あへっあへ。